はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学15日目、今日も張り切ってやっていきましょう。ということで本日15日目のテーマはですね、こちらですね、感情を味わうということです。え、感情を味わうって何？感情って味あるんですか？いやー、皆さんご存知でした？実は味あるんですよ。例えばですね、喜びっていうのはまあ甘い味がするんですね。それから怒りっていうのはちょっとやっぱピリッとしてるんで辛かったりとか、それから悲しみはまあね、ほろ苦いなんて言いますからね、やっぱこう苦かったりするんですし、それからまあ失恋なんかっていうのはやっぱ甘酸っぱい濃いなんて言ったりするってんなわけないやんっていう話なんですね。単純に味ないです、すいません、悪ノリが過ぎました。はい、何かっていうと、感情味わうっていうのは一体何かっていうと、今ですね、自分が感じていることを態度や表情に素直に出すことができているかどうかっていうことを言います。で、小さなことから、小さな頃から周りの人、特に皆さんの大人から、こんなことを言われた人っていうのはいないかっていうことなんですね。男が泣くなとか、うまくいっても調子乗っちゃいけませんとか、お姉ちゃんなんやから我慢しなさいとかっていう風に言われた人って結構いると思うんですよね。僕も長男やったりするんでね、ありがたいことに長男やからお兄ちゃんなんやからってことは言われたことはないんですけど、僕自身はですね、部活で小学校、中学校、小中高とですね、キャプテンをやる経験があって、よくね、どの代でもキャプテンなんやからっていう風に納得しようがないことを散々押し付けられて、で、特に高校の時なんかっていうのは部員の粗相をキャプテンである僕もね、責任を負わなくちゃいけないっていうこともあったんで、何回坊主にしたいのやろうっていうくらい頭を丸めたっていう経験があったりします。はい。で、子供ながらにやっぱり嬉しい時とか悲しい時にそれをそのまま素直に自分の気持ちを表現すると、なんでかわからんけど周りにダメって怒られた経験って皆さんないですかね。ね、で、そうやって感情を抑えつけられてきたら、だんだんですね、態度とか表情っていうのが出すことっていうのが大人になっていくにつれて難しくなってくるんですよ。で、そうなってくると、勉強しなければ賢くならないし、スポーツも練習しなければ上手くならないっていうので、これと一緒なんですね。何が言いたいかっていうと、勉強で何点取るためにはやっぱり勉強を何時間するとか、それからスポーツでスタメンになるとか優勝するためにはスポーツ、それを練習しなきゃいけないですね。で、感情をうまく表現するためにはやっぱり感情を素直に表現し続けるっていうことが大事になってくるんですね。だから楽しい時には笑わなくちゃいけないし、ムカつく時には怒らなくちゃいけないし、悲しい時には涙を流すっていう、こういった表現っていうのをしなくちゃいけないんですよ。で、そうなるとやっぱりね、感情を押さえつけていくと、自分って結局一体何をやりたいと思ってるのって、実は感情を素直に表現をしないことによって考え方がだんだん狭まってきてしまったりとか、億劫になってやりたいことが浮かばなくなったりとか、幸せって自分どうやったら感じられるんやろうっていうことも感じられなくなったりとか、何もかもが分からなくなってくるんですよね。だから改めてですけど、ぜひ皆さん今自問してみてください。あなた自身の幸せって何やろ、私の幸せって一体何なんやろうと、で、何をしてたら幸せを感じることができるんやろうなって、寝ること、ね、それって本当に幸せなんですかと、で、本当の幸せって一体何なんやろうと、なんでそのことに幸せを感じるんやろう、もう一回言いますよ、皆さんのあなた自身の幸せって何なんですか、何をしたら幸せ感じるんですか、それって本当の幸せなんですか、本当の幸せってあなたにとって一体何なんですか、なんでそのことに幸せを感じるんですか、なんてね、問い詰めるっていうのはこの辺にしておきましょう。ということでね、感情を味わうってなかなか難しい話だったりするんですよ。ということで、じゃあ感情を素直に味わうことによって表現して、自分の素直にやりたいこととか幸せ感じることっていうのを、具体的にしていきましょうっていうのが本日のワークになっていきますね。感情を素直に表現してみましょうということで、今回ステップ1とステップ2に分けてやっていきます。で、ステップ1っていうのは一体何かっていうと、友人とか家族とか信頼している人っていう、あなたにとっての身の回りにいる人に感情を素直に表現する機会っていうのを作ってみましょうというものです。で、これは何かっていうと、楽しい時はもう思いっきり笑って、もう喉チンコ見えるくらい笑って
ハーッと笑って、でムカつく時はもうね、見えないとこボディを狙って、ボディを狙ってとことん怒りをぶつけてもらって、でそれから悲しい時はもうなんか引くくらいうわーって泣いてもらうと。で人前でやるのはちょっとっていうの方は、日記に書き殴ってみても OK ですね。紙が破れるくらい筆圧で書いてみたりとか、そんなでっかい文字で書くっていうくらい、なんか1ページ1文字くらいの大きさで書いてみるとか、そんなでも全然いいので、とにかく自分が感じたこと、楽しいとか嬉しいとか、ムカつくとか泣くとか、悲しいとか、そういうのをもうとにかく人前で表現するとか、日記に書き殴ってみてください。でそうやって自分の感情にしっかり向き合って表現することで、辛いと思うことも楽しいと思うことも何もかもが解放できるようになります。まずこうしていくことっていうのが第一ステップですね。ファーストステップ1というところになります。なので感情を素直に思ったことをそのまま体で表現してみましょう、表情で表現してみましょうというのがステップ1になります。これこう恥ずかしがらないで大丈夫ですからね、でステップ2は続いてですね、辛かったなとか、恥ずかしかったとか、緊張したとか、楽しかったっていう体験を思い出してみてください。例えば何かっていうと、初めて演劇の舞台に立って汗が止まらなかった、まあ、要は緊張が絶えなかったとかっていう経験とか、それから志望校に合格したあの日の高揚とかですね、もうやったもうあんだけ勉強して苦しい、もう親にもうあんだけ暴言吐きまくったけどなんとか合格できたあの時の喜びとかっていう、その時の感情っていうのを思い出してぜひ浸ってみてください。もちろん今日起こった出来事とかっていうのでも全然 OK です。でそして体の反応っていうのをそのまま出してみると、例えば泣くとかですね、呼吸が荒くなる、まあ、興奮して荒くなるとか、イライラするとか、ニヤニヤしてみるとか、よっしゃってガッツポーズしてみるとか、感じたものっていうのを大げさに表現してみてくださいと。で自分に対してこう言い聞かせてあげてください。感情っていうのは味わっていいんだよと、で素直に表現していいんだよということを体で体現することによって、頭と体が再認識してくれて、であなたのメンタルっていうのは安定して、で結局ね、気持ちの部分が安定してくると行動力っていうのもアップしてくるんですよ。なんでかっていうと、自分で自分の背中を押せるようになるからなんですね。で心の豊かさっていうのは行動を生むようになってきますんで、ぜひですねチャレンジしてみて、ステップ1ステップ2で体をで感情を素直に表現していいんだよということを体現してみて、そして皆さん自身の行動力アップっていうものにつなげていっていただけたらなというふうに思いますね。まあ、やっぱりね、皆さん自身もなんかこういろんな制限がある中で、こうどうやって自分のことを表現したらいいのかな、何に幸せ感じるんだろうなっていうのはなかなかね難しかったりすると思います。だからこそ素直に自分に表現をしてみることによって、その幸せってこういうことなんだなとか、逆にこれは違うなっていうことをしっかりと判別できるようになっていきますんで、そのあたりぜひチャレンジしてみていただければというふうに思います。ということで、最後にですね、こちらですね、本日の動画が役に立った面白かったなという方に関しては、ぜひですね、チャンネル登録ボタン and グッドボタンをよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。